紫外線から私たちを守ってくれるオゾン層このオゾン層がある日突然なくなってしまったらどうなってしまうのか地球はどういう風になってしまうのかということを今日は考えてみたいと思います。まずで水素自動車っていうのは水素を燃料にして走る車のことです。水素を燃料にして走りますので二酸化炭素を出さないというメリットがあります。 水素というのはまた水が原料で水からこう電気分解によってできるので枯渇の心配がない石油のようにですね資源がなくなるんじゃないかということを考えることもないわけですこの水の電気分解と同じ反応が酸化チタンという物質に紫外線を当てることによってできる同じような水の電気分解が起こるっていうことも昔から知られていますこれ光触媒反応と言います簡単にそしたらですね紫外線を当てれば 簡単に水素できるんじゃないかなと思えるんですけど今今の段階ではですね、えー、なかなかこの効率が悪くて実用化には至っていないというのが現状です光触媒反応ですねですがもしオゾン層がなくなって紫外線が今よりももっともっと強力になればこの酸化チタンに紫外線を当てて生じる水素、えー、これがもっと活発になって水素が安く大量に生産できるということになりますですので 水素エネルギーがもっと普及して、水素自動車が普及して、クリーンな環境になるのではないかと考えられます。2番目、強烈な紫外線が降り注いで外で遊べなくなる。これは当然といえば当然ですね、外では遊べない。日焼けがひどいからです。強力な強烈な紫外線を浴びて、日焼けがひどくなるので外で遊べなくなります。体育の授業はもちろん体育館でやりますし、 もう、外でのプールもできないですね。まあ、日焼けするということで,ですね。もしかしたら、日焼けサロンに行くような、日焼けしたいなっていう人にとっては、ありがたい、都合のいいことなのかもしれないんですけど、もう、そんな、のんきなこと言ってられないレベルの紫外線なんですよね。外に出て、ちょっと日焼けしようと思って行ったら、こんがり焼けるとかじゃなくても、すごい日焼けで皮膚が傷ついてしまう。まあ、大変ですね。こんがり焼くとかいうことはできないわけです。そして、 この日焼け以外ににももですすね目の病気なりま白内障っていうんですけど目の病気にもなりますですのでもしこう外に出なければならない時はサングラスをちゃんとかけてで日焼け止めも強力な日焼け止め塗って出なくてはいけない、えー、そういうことになるんですねもうサングラスが今のマスクみたいなイメージになるわけですで紫外線っていうのは主に3種類あります 強いもの、中くらいのもの、弱いもの、大きくですね、3種類に分けています。で、この3種類というのは人体への影響によって分けられています。で、一番強い強、強、強さが強の紫外線っていうのは、もう皮膚が致命的な破壊を受けます。破壊力が高いんですね。で、これは現在のオゾン層によって完全にシャットアウトされています。全然地上には届いてないんですね、強力な。一番強い紫外線っていうのは、 今は地上には届いていない。中くらいの紫外線っていうのは、えー、皮膚が赤くなるタイプの日焼けを起こすものです。まあ海水浴とか言って皮膚赤くなることありますよね。で、この赤くなるタイプの日焼けを起こすのが強さが中の紫外線で、これっていうのはですね、まあ、ほとんど今のオゾン層によってシャットアウトされているんですけれども、わずか零点五パーセントほどは地上に届いていると見積もられています。 でこのタイプの紫外線っていうのはビタミン D を人間に人体に生成してくれるということで役に立ってもいますまた強さが弱の紫外線ですねこれは皮膚が黒くなるタイプの日焼けを起こすものです日焼けすると黒くなるこれはですねまあほとんどこれもオゾン層によってカットされてるんですけど5.6%ほどが地上に降り注いでいると見積もられていますここれは皮膚の老化を引き起こす 皮皮膚膚が黒くななってののの老化現象というのを引き起こすタイプの紫外線になりますですのでですね、えー、現在今でも紫外線なんて降り注いでるじゃないかそれがオゾン層なくなって強くなるだけでしょうって思うかもしれないんですけどもう今そそ降り注いでる紫外線っていうのでですね紫外線全体から考えると、まあ、ほんのわずかなわけです。今のの紫外線っていうのは 紫外線全体から見たらほんのわずかでしかないわけですオゾン層がもしなくなったらば今の紫外線とは比較にならないくらい比べ物にならないくらい強い紫外線が当たりますのでこれはもう大変大変な被害を人体は受けてしまうわけです絶対にですね無防備のまま外には出られないものです、えー、次3番目皮膚がんによる死亡者が世界的に増える皮膚がんです で紫外線による影響というのは日焼けとか目の病気だけでなくてですね、皮膚癌、皮膚のがんにもつながります。日焼けによって皮膚の細胞が傷つくと、こう徐々に皮膚の張りというのがなくなっていって、シミとか、胃膜とか、シワとか、そういうものがいっぱいできてくるわけですね。これ老化現象ですけど、皮膚の老化です。で、これが皮膚のがん、皮膚がんを作る原因になっています。 しかも、この皮膚がん、このですね、日焼けした皮膚っていうのは免疫力が低下していて、傷がついてるからですね、免疫力が低下していて、生じたがん細胞をやっつける力もなくなってるわけです。まあ、皮膚が弱ってるわけですね。なので、生じてしまったがん細胞を抑え込むこともできない。がん細胞っていうのは、健常な人でも、いつもですね、現れては消えっていうことを繰り返しているわけです。このバランスが保たれている。 うちは、癌細胞増えないので、まあ大丈夫なわけです。でもこのバランスが崩れて、癌細胞が増殖して増えてしまったから病気として、癌というですね、非常に怖い病気として生じてくるわけです。で、この皮膚癌、特に屋外で仕事をする職種の人っていうのが、より一層危険が大きくなります。農家さん、また漁師さん、スポーツ選手とか、ま、た建設作業員の方々。 こういった外ででで生活すすする人ですね特に注意が必要ですまた、えー、他の国になるんですけど遊牧民とかまた木々がまばらな環境に住んでいる人乾燥地のようなところですねそういうところに住んでいる人も強烈な紫外線を浴びますので非常に危険になってきます続いて4番動植物が死に絶えて砂漠が広がるこれは オゾン層がなくなることによって紫外線が強力になりますとこの強力な紫外線の下では陸上のあらゆる生命が生きられないからです動物だけでなく植物も死んでしまうことになりますこれはですね生物の遺伝子を構成する DNA という物質がですね紫外線によって損傷してしまう壊れてしまうからなんです でででですのの陸上で強力ななな紫外線を浴びるるてて生生物ががききことができなくなってしまいますえ地球上にちょっと地球の歴史なんですけど地球上に生命が現れたのは約35億年前と言われていますでこの頃っていうのはオゾン層がなかったわけですねで海の中で誕生した生命っていうのは、まあ、ずっと海の中に住んでたわけです陸上にようやく生命が進出してきたのは なんと生命誕生から30億年以上経った今から4億年ぐらい前の話ですめちゃめちゃ時間かかってるんですねこの長らく陸上に進出できなかったのは地球上に強力な紫外線が降り注いでいたからなんですでだん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 ですねこの海の中のシアノバクテリアという光合成細菌によって酸素が作られてこの酸素からオゾンが作られてオゾン層ができてで ようやくですね、オゾン層で紫外線がカットされるようになって生命が陸上に進出できるようになったわけですね。あの水中、水深10メートルより深いところっていうのは紫外線届かないから安全だったわけです。そこから陸上に出るにはオゾン層が絶対に必要だった。つまりですね、このような歴史から考えてもオゾン層ない状態では陸上で生命は生きられないわけです。ですので、えー、動物だけでなくて 植物も全部オゾン層なくなることで滅んでしまう可能性が高い。そうなると植物がなくなるので砂漠化が進んでいくわけです。まあ、植物が残る場所っていうのは岩陰とかですね、まあ、洞窟の中とか建物の陰とか、直接日光が当たらないところに限られていきます。5番目、温室効果が減って地球が冷え気温が下がる。温室効果っていうのは まあ、温室効果ガスって聞いたことありますよね。大気中の水蒸気とか二酸化炭素などの温室効果ガスが、えー、地上から放出される赤外線を吸収して、でもう一回地上に向かって赤外線を放射する。そして地上を温めてしまう。これが温室効果ですね。で、オゾンにも温室効果があって、オゾン層が 地上から放出された赤外線を一回吸収して、もう一回地上に放出するっていうことをやってます。オゾン層にも温室効果ガスの効果があると。で、オゾン層がなくなれば、このオゾンによる温室効果の影響がなくなりますので、まあその分だけ地球は冷えて平均気温も下がると考えられるわけです。で、またですね、オゾンっていうのは、オゾン層がある場所っていうのは、地上 10km から キロメートルぐらいの高さなんですねこれ成層、まあ、圏って呼ばれてるわけなんですけどこの成層圏の温度を上げる働きもしてるわけなんですオゾンがですねオゾンがで,ですのでオゾン層がなくなることによって成層圏の温度が下がるとで赤外線っていうのは温度が高ければ高いほど強く放射されますので成層圏の温度が下がることによって成層圏から 放出される赤外線の量も減ってくるという、そういう効果もあります。ですので、オゾン層がなくなることによって、赤外線の放射が減って、温室効果が減って、それで地球の平均気温が下がるということが考えられます。まあ、ただ、このオゾン層による温室効果っていうのは、他の温室効果ガスですね。水蒸気とか二酸化炭素、またメタンなどの温室効果ガスに比べると、その影響というのは非常に小さくて、 オゾン層がなくなることによる緊急の低下はわずかであると考えられますまた六番目雲が今よりももっと高いところに浮かぶ、えー、雲今地球の大気っていうのはですねいくつかの層に分かれていて雲が生じる場所っていうのは地上から10キロメートルぐらいの高さのですね大流圏と呼ばれる場所です大流圏 でその上が先ほどお話しした成層圏になるわけなんですけどこの対流圏っていうのはまあ上空に行くほど気温が下がるわけです地上にいるよりも山の上の方が寒いですよね対流圏っていうのは上に行くほど気温が下がるで地上付近で温められた空気っていうのは軽いですのでだん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 上に上がっていくわけですだん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 上に上がそうすると上空が寒いので この上がっっていった暖かいたか空気は冷やされるで冷やされると中に含まれていた水蒸気が小さな水滴になって雲が生じるまあ簡単に言うとこういうふうにしてですね雲ってできてるわけなんですあったかい空気が上に上昇する冷やされる雲ができる一方成層圏ではですね上に行くほど温度は下がらないんです成層圏はちょっと変わった温度構造をしていて、まあ、上に行くほど シンプルに言うと上に行くほど高くなるわけです温度が高くなるですので下の成層圏においては下にある空気っていうのは別に軽くないわけですね温度が低いわけですから上空に比べれば温度が低いわけですからなので下から上に上がっていくっていうことが起こらないもし仮にですね上がっていったとしても上の方がもっと暖かいので上に行って冷やされて水滴ができるっていうこともまあ考えられないわけです つまりですね、成層圏では一般的には雲はできない。大流圏のように雲はできない。成層圏の温度が上空ほど高くなるっていうのはオゾン層のせいなんです。成層圏で雲ができない理由は成層圏が上ほど暖かいからですよね。で、成層圏の温度を上ほど暖かくしているのはオゾン層が原因です。で、オゾン層は太陽からの紫外線を吸収します。 でその紫外線を吸収することによって成層圏の温度を上げてしまうわけです。で、成層圏、まあ10キロから、地上10キロから50キロまであるとすると、上ほど紫外線が強いので、より温度が高くなるわけですね。なので、成層圏では上に行くほど温度が上がるという、こういう構造になっています。なので、もしオゾンがなくなれば、オゾン層がなくなれば、成層圏は上ほど温度が上がるってことがなくなるわけですね。 大流圏と同じような大気の構造になって、そうすると雲もできるであろうということです。ですので、今よりももっと高いところに、大流圏より上の成層圏まで雲ができる、雲が浮かぶようになるということが考えられます。さあ、7番。酸素が紫外線に反応して、再びオゾン層が生まれる。再びオゾン層が生まれるというのが7番目です。オゾン層がなくなってもですね、 実は大気中に酸素っていうのは気体の酸素っていうのは酸素原子が2つくっついた酸素分子からできていますで酸素分子が紫外線に当たると酸素分子が一瞬ですね一瞬だけパカッと分かれて酸素原子1個ずつに分かれるわけですね でオゾンっていうのは実はこの酸素原子が3つ集まった形酸素原子3つからできているのがオゾンですので酸素がパカッて原子2つに分かれるでこの片方の原子が別の酸素分子とくっつくことによって酸素原子3つからなるるオゾンでできるわけですでこういうふうにですね紫外線によって酸素分子に紫外線が当たることによってオゾンが生じるということが起こるわけです。 生命が生まれたばかりの約35億年前の地球には酸素はなかった。ですので、なかなかオゾン層できなかったわけですね。35億年前から約4億年前まで30億年以上オゾン層っていうのはできなかったわけです。それは酸素がなかったから。徐々に徐々にシアノバクテリアによって酸素ができていって、大気中に酸素が十分に増えてオゾンができていく。こういうプロセスが必要だったからですね。でも、 今現在の地球には、大気には酸素があります。ですので、この酸素からもう一回オゾン層が作られますので、比較的早くオゾン層は回復すると考えられます。えここまでのまとめをしたいと思います。もしもある日突然オゾン層がなくなったら、7つのことが起こるとお話ししてきました。一番、水素自動車が普及してクリーンな環境になる。 2番、強烈な紫外線が降り注いで外で遊べなくなる。3番、皮膚癌による死亡者が世界的に増える。4番、動植物が死に絶えて砂漠が広がる。5番、温室効果が減って地球が冷えて気温が下がる。6番、雲が今よりももっと高いところに浮かぶ。7番、酸素が紫外線に反応して再びオゾン層が生まれる。ですこのようにですね、 オゾン層がある日突然なくなったらどんなことが起こるのかということを考えてきたわけなんですけどこれらを踏まえてオゾン層が突然なくなってしまった世界どんな世界になるのか大胆に予想してみたいと思いますな、えー、くなった結果こんな暮らしになるかも、えー、UV カットシェルター夜型生活魚介類メイン水素エネルギーこの4項目について見てみたいと思います まず動植物を守る UV カットシェルターの設置。オゾン層がなくなったらですね、途端にすごい強力な紫外線が降り注いできますので、もう大急ぎで私たち自分自身とまた陸上の生物を保護しなくちゃいけないわけです。まあ、人間は、人間はまあ建物の中に入ればまあ大丈夫かもしれないんですけど、外にそのまま出てる植物も動物もみんな死んじゃうんですね。もう大急ぎで UV カットシェルターを作ってですね、保護しないといけない。具体的には屋外を透明な屋根で UV カットを施してある透明な屋根で覆っていく。動物園とか牧場とかみんなシェルターの中に守ってあげないと、シェルターで守ってあげないと維持できないわけです。 でこのシェルターはですね、まあ、上に屋根ができるわけですので、雨が降らなくなっちゃいますよね。まあ、そうすると結構困ることになりますから、たとえ、こう、植物守られても、動物守られても、雨が降らないっていうのは困るので、どっかに雨水を溜めて、シェルターの上から雨水をこう、パーッと降らせるような、まあ、そういうようなものができるんじゃないかと思います。また、 あ地下都市とか海中都市も発展するかもしれません。地下でしたら太陽,太陽光が届きませんので守られますしまた水中もですね水深10メートル以上では紫外線が届かないので、まあ、水中都市っていうのもありかもしれませんコストの面でちょっと難しいかもしれないんですけど、まあ、あるかもしれませんまた太陽の光を避けた夜型の暮らしということで、まあ、UV カットシェルター設置するって言っても結構時間かかるわけですね めちゃめちゃ広い広大な土地ですので工事するのも大変ですしねえ時間がかかるそれまでは人間っていうのは太陽の光を避けた夜型の生活にならざるを得ませんえ太陽の光が弱まる夕方頃に活動を始めて夜のうちにし仕事をしてそしてえ明け方眠る、まあ、こういう生活になるんじゃないかと思いますシェルター設置の工事も夜 魚を取りに行くですね。海の中の水産資源を取りに行く漁業も夜。オフィスワークも夜。窓から紫外線入ってきますからね、夜。とにかく昼間はできるだけ外出したくない、外に出たくないという状態になるはずです。でどうしても昼間に出かけるときは濃いサングラスと強力な日焼け止めで完全防備する必要があります。また夜を快適に過ごすために夜空を照らす人工衛星。 人工の月みたいなものもできるかも、打ち上げるかもしれません。そして主食は魚介類になります。陸上の農産物はめっちゃ貴重になります。もうシェルターの中でしか育たないわけですので、めちゃめちゃ貴重。一方、こう海産物、魚とか魚介類とか海藻ですね。こういったものは水深10メートルより深いところでは 紫外線の影響がないので、水産資源は相変わらず豊かなままなんですね。ですので、生き残った人類というのは、海の食べ物、海産物をメインにして食事をするようになるだろうと考えられます。で一方、陸上の野菜とかですね、そういうものは、軒、まあ、並みやられてしまうわけです。ですので、肉とか野菜は高級食材になります。米も。 お米や小麦も高級食材になります。そしてエネルギーの主役は水素に。強烈な紫外線で水素が大量にまた安く安価に作られるようになるので水素エネルギーが燃料の主役になると考えられます。水素自動車だけではなくてですね、あらゆるエネルギーが水素にとって代わられる。まあ、安くて大量にできるからですね。水素を燃焼させて 動力に変える流体を動力に変えるタービンっていうのがあるんですけどまあ水素を燃やしてポーンと燃やしてタービンを回して動力を得るそして発電する電気を得る電力を得るわけですねこのようにして水素がエネルギーの主体になってくると考えられますで水素は酸化チタンの光触媒によってできる 自ら分解されてできるわけですので、資源の枯渇の心配もないと。ですので、えー、まあ、大いにですね、水素がエネルギーの主役になるであろうと考えられます。えー、以上、今回は、もしもある日突然、オゾン層がなくなったらということを考えてみました。今日も最後までありがとうございました。えー、今回の動画が面白かったな、役に立ったなという方は、ぜひチャンネル登録やコメント、高評価よろしくお願いします。